おい、通話中やけど、誰と電話な、おき。なんで政治やねん。まあ、政治コメント入ったから。あ、多分あれか、お兄ちゃん捕まったんですかみたいなコメントやんな。うん。ヘイト向け。養分聞いたら早い。いや、もう直接聞くわ、直樹に。また聞きしたらややこしいや、話が。うん。直接聞くわ。いや、まゆは、電話あった。うん。電話した。で、詳しいことは、配信では言われへんて。うん。内容聞いた。聞いたけど、うん、それはちょっと配信で言われへんて。お疲れ様です。いや、それ俺知らんで、みんなが配信上どこまで知ってんかって。うん。あ、どこでも、いや、知らん。俺他の配信者、配信見てへんからさ、ほとんど。うん。なんとなくわかってる？例えば？全部ゲロってるやん。知らんで。俺、訴えられても。うん。何これ、ネタバレしてんの？全部。ほぼ。ほぼ。え、それ配信で言ったらあかんって言ってなかったっけ？うん。なんでそれゲロっちゃった？遠回しに？言ってはないけど、匂わしってことやろ？うん。かわいそうに。あれは分かっちゃう。直樹？俺以外の人と電話した？俺嫉妬するからさ。はい。直樹は、俺だけのもの。はい、浮気者。すいません。はい。許されへんわ、浮気。すいません、ごめんなさい。なんで浮気する？いや、すいません。いや、ちょっとあれなんで、お兄ちゃん、本当に捕まっちゃったんですかね。いや、まず、浮気のあれから聞きたい。すいません、ごめんなさい。浮気すんなよ。うん、はい、わかりました。我々トップグループの素性をさ、はい。うん、これバレたらやばいから真っ暗やから、うち。はい。うん。お願いいたします、宣伝さん。真っ暗やから。あかんで。はい。世に出したら、わかりました。絶対に。はい。うん。で、はい。お兄ちゃん、パクられた。あ、やっぱ本当ですか。うん。の方に電話来ますかね。多分来ると思う。わかりました。で、最悪さ、はい、ガラオケ行ける？行けます。行ける？はい。で、もし、どこそこの、警察署に来てくださいって言ったらさ、多分直接電話来ると思うわ。はい、あ、はい。うん。
それか、家臣が誰に言うかわからんけど、はい、うん、誰の名前出すか知らんで、多分俺か直樹どっちかと思う。わかりました。うん、連絡来るんやったら、はい、多分せやんな。そうですね。あと S 君かな。うん、S 君か。うん、この三つやから、もし、はい、警察からでも、教えてな。俺も言うわ、ちゃんと、それは。はい、僕、うん、固めよう、ちょっと。はい、わかりました、うん。すいません。これ以上トップグループの、ね、どす黒さを、あんまりな、はい、うん、出しちゃあかん。はい、わかりました、うん。お願いします。はいはい。はい、すいません。明日仕事？あ、明日ないですね。明日休みな。はい、休みです。うん、オッケーオッケー。失礼します。はい。オッケーオッケー。うん。すでに真っ暗やんけで。うん。真っ暗やで。めちゃくちゃ真っ黒。もうトップグループ寝てあげまくりやん、これ。トップグループの。日テレも覚えてる？俺さっきちょっと配信外で、マユとな、電話したんよ。うん。配信外で。ほんだら、うん、一応、全部聞いた。一応ね、全部聞きました。なるほどなって。まあ、これ言えんわて。うん。言えないことある、めちゃくちゃある。うん、いやもうた多分ネタバレしてるやろ。もうゲロっちゃってんやろ。うん、ゲロっちゃってんやろ、遠回しに。ゲロっちゃってんったら、まあまあね、うん、どうか知らんけどさ。うん、まあ二号氏も一緒やろ、もう。うん、要はそのね、相手方がね、どう受け止めるか分からんけどね。うん、相手方が、まあ、家臣に関しては、まあ、女子風呂に、うん、入ったんやけどね。女子風呂っていうか更衣室かな、脱衣所。うん、で話の流れ的にどういう風な流れかって言ったら、17時にさ、会議するって言ったやんか。17時。言うたら、家臣をこれから、ね、警察署にさ、持っていくか持っていけへんかの。その時、前を配信撮ったやんか。そこで虚偽通報とかいっぱいブワー来たんやて。うん。虚偽通報が。タイミング的に。言うたら重なったんよ、ボーンって。タイミングが。わかる？タイミング重なったんよ、うん、一番最悪のパターンやね、うん、滝行しに行ったんじゃなかったの？滝行どころかお前ね、脱衣所の時に行ったんやんか、お前家臣が、うん、点と点が繋がった？うん、点と点が。で、僕の口からはね、まあまあ本人から聞いたことはね、まあまあ言わんとくわ、うん、言わんとくわね。そんな火に油注ぐようなせえんからね、俺は。うん、誰やお前、火に油注いだやつ、お前。うん、なんか可愛いのしちゃうんだよな。うん、いや、眉がみんなに喋ってんじゃん、自分を配信外で言ってやる、一応それ。うん。言うの悪いけどね。言うのも。そこはな、ミスったんちゃうか、本人も。うん、そう、ね。みんながみんなね。
出られへんわけちゃうで。うん、喋っちゃうよ、ベラベラ。ネタがないからね。ネタが。もうこんなさ、もうネタがでさ、全くない時にさ、もう配信者がしたもん。飛びつくわな。うん。そうじゃない？そう考えたら、ニコ丼つく。そう考えたらさ、俺たちなんか頑張ってるかと思うで。トップグループは。歌詞ネタしかねえのかやで。だからその歌詞にみんな今食いついてんやろ？トップグループのネタに、みんなが、家臣はどうでもいい。確かにね、どうでもいいです。どうでもいいです。確かにね、天然はひいきしすぎ、眉だからでしょ。いつも同じことやって、ひいきはしてへんよ別に。ひいきはひいきでもせえへんやん。だからね、まあ、普段のね、人間関係とかあったらね、まあ、そういう風なもね、多少忖度入るよ。忖度は。いや、前に忖度、別に俺忖度はせえへんで、そこ。いや、俺やったらぶっちゃけていい？あの場で配信は、仮に撮ったとしても、絶対配信違うとこ置くもん。俺やったらな。例えば、配信撮るやんか。あ、これネタや思って。カシン君捕まるわ、ネタやんかって。配信撮っても俺は違うとこ置く。音声早いところで。あ、やばいな思って空気読んで。そこはもう配信の力量とかあるからね、やっぱ。力量が。井川遥の父親？知らん知らん知らん。別に突っ込んだところでさ、ねえ、突っ込んだところでさ、あ、おじさんなんや。おじさんなんや、井川遥の。え、結局何が本当なんで、みんなどう聞いてんの？配信上で逆に。そこ知りたいよね。放送でどういう風に聞いてるの？いやいや、もう、あとから来たぜ、今も一緒やけど。またどうせ、多分今度 YouTube 上がるよ、絶対に。サムテ。サムテなんやねん。何サムテ。なんで突っ込んだ首これ。サムとか知らんねんけど俺。暴行というの体罰とか。サムが出たんか、ついに。噛んでやったらもう、あんなん仕上げたらかわいそうに。確定ね、ちょっとね、それをちょっと詳しく話すわ。詳しく話すわ。まだ知らん人いっぱいあるからね。いや、俺優しいとかちゃうで。優しさ言ってんちゃうで、これ。
弟はまだ牛丼食ってる。弟ね、明日仕事休みやから、ひょっとしたら明日行くんちゃうかな。うん、明日か明後日、うん、多分やで。うん、ちょっとそれも詳しくちょっと話すわ。一体今日何があったのって。うん、マユは、マユ自体はもうね、うん、ちょっと配信する気力がないて。うん、配信する気力が、ひょっとしたら配信するかも。うん、ひょっとしたら、オッケー、ひょっとしたら配信するかもしれへんって言った。うん、ひょっとしたらな。いや、あの配信するでしょうけど、配信はうーん、ちょっとまあまあ乗り気じゃないな、あの子今。うーん、ちょ、なんちゅうかな、もう気が動転してるちゅうか。うーん、もう多分配信つけたところでさ、うわーって、ま、ね、コメント欄がめちゃくちゃなるやんか。うーん、いや僕ね、明日ね行けないんすよね。うーん、もう地元帰らなあかんね、俺地元ね。僕東京おったらね、 うまいことだ、ええ塩梅にしよう思ってたけど、うん、そう、うん、10日同窓会の俺、同窓会、それでよ。いや、まだもう浜松に来た今。うん、じゃあね、ちょっとね、今回ちょっと一から説明してあげるわ。一体何があったのって。うん、一体いきますね。どうする、昨日から説明する。昨日から、まあぶっちゃけ言ったら昨日も若干ね、噛んでるっちゃ噛んでるよね。うん、昨日からいける。うん、じゃあ説明するな。うん、はい、トップグループのね、うん、名誉にかけて説明します。まずね、うん、まずことの始まりね、うん、ほんまのこと言うてあげるよ。ことの始まりな、うん、ことの始まりは、昨日、僕の放送枠見てね、うん、カシンくんの弟からね、コメントが来ました。コメントがね。で、どういう風な内容のコメントかって言ったら、まあまあ、お兄ちゃんに3万円貸してほしいと。いや、もうこれはもう、めっちゃはしょるよ。うん、3万円で、3万円貸してほしいって頼まれたんやけど、断ったらしいわ。うん、で、それで3万円貸してくれんかったから、俺のところにコメント来て、天然さん助けて、どうしたらいいですかって。うん、どうしたらいいですかって。で、じゃあ、とりあえず、じゃあ、合流しようかって、合流して、で、家臣がそこで弟と弟の友達にめちゃくちゃ切れるわけよ。うん、お前なんでお前を天然さん、俺飛ばして天然さんの先に会ってんねんみたいな感じでブチギレ。昨日俺配信落ちたからね。ちなみにそこから違う、こっからやからな、はっきり言ったら。うん、こっからその話いい、こっからやから、もともとは会社落ちたんすよ。家臣がブチ切れて、弟の後輩にボーン蹴ったんよ、昨日。で、それで俺配信落ちてさ、うん、で、弟が明日な、滝行行きたいとってん。うん、滝行
10個丼作る、すごい。あ、忙しいぞ社長。うん、好きでしょこんなん。で、弟も滝行行きたいとって、実は昨日で、俺マユにさ、弟も滝行行って構えへん言うたら、あ、いいよ一緒に行こうみたいな。やけど家臣も、いやもうそれはやめてくれみたいな。弟は絶対滝行連れて行きたくないで。なんでやねんて、別に構えへんから4人で行ったらええやんて。で、弟も運転できるからさ、家臣の車で運転していったらさ、別にね、丸く収まるやんか。いや、それでもダメですとかで、もうそれ滝行中止しますとか言い出して、それやったら、うん、もうこんな時間に、こんなもう今から弟送らなあかんねんって言ったら滝行中止します言うて。うん。で、俺を滝行中止なったもんや戻ってん。ほんならもう何のこっちゃあれへんやん。もう朝お前滝行行ったあるやん、あいつ。あれ弟は、弟おれへんやん。出し抜いて。うん。そうなんですよ。んで、そっから、滝が行ってた。いや、眉と、家臣で滝を行って、ビャーって。うん。嘘ついたやつ。で、滝を行って、最初、まあ、普通に、なんちゅうんかな、配信しはったんやろ。うん。そんな炎上することもなく。うん。で、滝をついてから、その、普通に配信しとったら、今度、家臣が、うん、配信外で、その、脱衣所で、なんだっけ、うん、痴漢ちゃうわ、覗き見か、覗き見疑惑が出るわけよ。うん、配信外で、ボンって。で、配信外で覗き見事件が起きてから、うん、まゆが配信をつけたわけよ。まあ、起きてちょっと場所からかな。うん、起きてすぐちゃうわ。で、そこで、まゆが配信つけたら、コメント欄がバーって荒れたよな。荒れたっちゅうか。なんでお前配信すんねんみたいな。うん、で、その、相手の女の子は、なんか、なんで配信してるんですかみたいな感じ。うん。家臣くんは、A 版は、ならんって言っちゃうか。うん。だからそこで配信つけたもんやから、まゆが。うん。まゆ配信つけちゃって、うん、でそこで向こうからしたら、なんで配信つけるんですかってなったんよ。うん、すいません配信来てくれませんかって、うん、でそこで虚偽通報がバンバン入んねん、ガーって。虚偽通報がどんな虚偽です、まあどういう風な虚偽とか知らんで聞いてへんでしょ、うん、どういう風な虚偽とかは。